ありがとう。たくさんの思い出をこうして積み重ねていけるのは幸せなことだと思う。君がそばにいてくれるからなおさらね。僕の願いは、君とずっと一緒にいること。これは王様の命令じゃないから、君の答えを待ってるよ。新しい衣装が追加されたよ。僕の願いは、君とずっと一緒にいること。これは王様の命令じゃないから、君の答えを待ってるよ。僕がパーティーに参加したら、みんなもっと嬉しそうな笑顔になったね。ありがとう。これからも僕が気づけないことを教えてほしい。お互いの鼓動が重なるくらい君に近づきたい。抱きしめさせてってこと。いいよね。新しいストーリーが読めるよ。新しいビジュアルどう？ありがとう。たくさんの思い出をこうして積み重ねていけるのは幸せなことだと思う。君がそばにいてくれるからなおさらね。最適な環境を整えてくれてありがとう。君と一緒にどこまでも行けるね。アイ先輩、ハッピーバースデー。俺はあんまり細かいこと気にしないタイプだから、アイ先輩のいろいろ気がつくところがすごいって思ってる。三風先輩、誕生日おめでとうございます。先輩の観察眼には驚かされることばかりです。気づいたことがあればいつでもご指摘ください。アイちゃん、お誕生日おめでとう。これからも愛ちゃんが好きになれるものを一緒にいっぱい探していきたいです。三風さん、誕生日おめでとうございます。客観的な視点からアドバイスをいただけて感謝しています。今後ともよろしくお願いします。読んだかい？頑張れよ。
ハッピーバースデー。アイミーと一緒の仕事は楽しいだけじゃなくて張り合いがある。俺も負けずに頑張るよ。アイ、誕生日おめでとう。今日くらいは俺たちのことお兄ちゃんだと思って甘えてくれたっていいんだぜ。アイ先輩、お誕生日おめでとうございます。アイ先輩は頼りになる人ですが、甘えすぎず私も支えられるように頑張ります。アイアイ、お誕生日おめでとう。僕たち仕事仲間でもあり良き友人でもあるよね。これからも一緒にたくさん思い出を作っていこう。アイ、誕生日おめでとう。たまにはデータよりてめえのハートを信じてみろよ。お前も熱いもん持ってるんだからな。アイ、誕生日おめでとうございます。あなたの知識量の豊富さには感服します。私もより励まなければと思わされていますよ。おはよう。君、今が何時か分かってる？パーティーが始まるまではまだ時間があるんだけど。分かった。僕の誕生日を早くお祝いしたいと思って急いで家を出たんでしょう。でもちょっと早すぎじゃないなんてね。この時間からここにいた僕が言えることじゃないか。僕も今すぐ会えないかなって君の姿を探してたんだ。準備はもうできてるから入っていいよ。パーティーの料理には君が来るから特別に僕が作ったものもある。だから食べてもらえないと困るし。おいで。最初は二人だけのパーティーだね。いや、その様子だと楽しんでくれてるみたいだね。ここから見る限り会場にいる人はみんな笑顔だ。準備を万全にしておいてよかった。自分が楽しむのは王様としての務めをしっかり果たした後であるべきだと思う。もうしばらくはここを動かないでいるつもり。それよりさっき他の人と話してる時も僕のことを気にしてたよね。みんなの願いを聞くのも僕の務めだから、困ったことがあるなら言ってみて。誕生日なんだから僕に一番楽しんでほしい。あ、そうか、そういう考え方もあるのか。君も同じ考え？よし、少し歩いてみようかな。君も行くよ。一番楽しんでほしいんでしょ。それなら絶対君がそばにいてくれないと。パーティーの間中歩き通しになっちゃったね。ごめん、疲れてない？今は何か用意するから座って休んでて。あれから君の言葉を踏まえてもっと欲張りになってみようと思ったんだ。まずは僕が今日誕生日にしたいことを考えてみた。結論が出たよ。君の鼓動を聞かせて。
ドキドキする気持ちが伝わる距離で。そうすれば僕はきっとすごく幸せになれる。もうここで離れていくのは非効率的でしょ。意識してくれてるなら嬉しいけど、もしかして僕に触れられるのは、いや、ごめん、照れてるだけだって分かってた。少し鼓動が早くなったね。次は君の唇で大好きって言ってみて。